無事に退院して玉川の公園に戻ってきたチビ。ご飯もよく食べています。この猫の名前は地域猫のチビ。最近食欲がなくて痩せてきていました。こちらはふっくらしていた頃のチビです。体も顔も丸々としています。病院に行って診察した結果、1週間ほど入院治療をすることになりました。入院中は猫会長さんがチビと面会して様子を見てくれました。チビはご飯をちゃんと食べて元気にうんちもしていたそうです。1週間後に退院できることになったチビ、体重も少し増えていました。無事に退院です。多摩川の公園に戻ってきました。ご飯もよく食べています。今後は薬を服用しながら経過を観察し、定期的に通院します。これからもチビが健康に暮らしていけるようにサポートしていきます。